の朝この街を僕は出て行くのです。初恋の幸子さん、お世話になりました。何もかも忘られないよ、お世話になりました。久しぶりの3人揃って B21 スペシャルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあコントやりましょうか。やりませんよ。修学旅行、修学旅行修学旅行なんて知ってる。初めて書いたネタが修学旅行っていうネタだったんですよ。オッケー、最初の方しかやんないよ。はい、わか覚えてないから。はい、はい、行きましょう。はい、やってきました修学旅行。旅行ハモんなくていいんだよ。ハモんなくていいんだよ。ハモれた。なんでお前言ってんだよ。ハモれた。修学旅行って旅行修学旅行でいいんだよ。修学旅行だ。なんで被災行ってんだよ。いやいや、上行ったから。いいんだよ、修学旅行でいいんだよ。あ、真ん中でいいのね。ああ、ほら。あ、なんだお前、何こっち見てんだよお前。おい、なんだお前、こんな野郎。俺たちがお前田舎者だと思ってバカにしてんだから。バカにすんなよ、これお前。おい、ほら。おい、お前、これ何か分かるか、お前。チャラチャチャラ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 。あ、ロックバンド。やめろ、ゴミ払ってんだよ。こっちの手、イライラしてんだよ。おい、何か出しましたよ。この野郎、ナイフだ。あ、じゃあ、うちらも。え、シュッ。なんでやさあぶねあぶねあぶねいいよいいよ。ぶねおこらバカにすんなお前。おいおらお前バカにすんな。お前これなんだかかるよ。バーン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 。あれ暴走族バカ野郎。トウモロコシ焼いてんだよ。こっちの手タレグラハケ持ってんだよ。どうもいい加減にしろ。ありがとうございます。次の歌はですね、ワンオンエイトっていうね、僕らがもう本当にあの楽しんでやっていたデビがソープランドのマットで、玉川の上流から海に出るとかね、陳さんがローラースルー55で石川県に視聴率を聞きに行くとか、考えられないような番組をねフジテレビでやらせていただいてて、それで僕が最後に、ロケット花火で、大怪我をして番組が終了しちゃったんですけど、まあなんかやった時は大したことなかったんだよな。そうで全然大したことなくて、そのまま病院行ってなんかオロナイン H 軟膏みたいなの塗られてでみんながあのフジテレビの人たちがみんなこう来てわーなんて来て、うん、で、 でも最初にやっぱねフジテレビ俺はすごいなと思ったんだよね。今やねフジテレビの社長さんですよ、はいはい、みなとこいちさん、皆さん、皆さんが来てね、ヒロミオンエアしていいかっつったさすがさすがいいよっつったからね、でも上から止められたというね、その番組のですねエンディングで、僕らが勝手に歌っていた曲があるんですが、モップスっていう、バンドの歌なんですが、それではたどり着いたらいつも雨降り。疲れ果てていることは誰にも隠せやしないだろう。いつかはどこかへ落ち着くこと、心の置き場を探すだけ。ご紹介しましょう、木梨憲武さんです。こんばんは。じゃあ、ごめんごめん、これいらねえぞ。いやいや、いるのみんな終わったら帰んの、俺4時からいんだぞ。隣川崎競馬場だから3レースやっちゃって結構やられたの、なんでだろう。今回ね、本当はここに原口が
今日いて、原口とのりちゃんでトンネルズでここをやってもらおうと。それでみんなトンネルズ揃いましたみたいな。揃いましたって言って、もう俺はねこれが一番楽しみだったの本当に。ほしたら原口がインフルエンザになったんだよ。トンネルズ石橋貴明のパートをヒロミが今日は、こういう流れなんでヒロミが歌いますんで、じゃあね、いけるとこまでこれも行ってみよう。出だし行くよヒロミ。おお、このキーを、ちょっと待って、もう一回ちょうだい。ごめん、ちょっとちょうだい。そこちょうだい。一番偉い人へ、俺たちは今何をするべきか。オーライ、行ってみよう。金かかっております。大変でございます。キラキラしております。卒業することで終わった。大人たちを避難すること。社会とは窓ガラス割らないルール。止めてください、止めてください、止めてください。どん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 いつって入んない、そこ、そこ入り口じゃないの。そうそうそう。すいません、4つぐらいでしょ、なんか。なんで今ぼーっとしてたの。ごめんなさい、ごめんなさい。今なんか気持ち、あーなんかどっちが歌ってんなっていう書いちゃって、あのいつも聞いてる。いい歌なんだよこれ。そうそうそう。いやいや、みんなもわかんじゃん、ま、みんなもわかんじゃん。ちょっとあのやってよ、言ってよ。じゃあのりちゃんの初めから。一番偉い人へ、俺たちは今何をするべきか。キラキラしております。キラキラしております。お金かかっております。熱くない、熱くないです。卒業することで終わった。大人たちを避難すること。社会とは窓ガラス割らないルール。八王子公務店の歌。どこ入りニコニコトンカチと
さあそれでは行きましょう。ヴィンテージ。なんと暖かいその空で、それは穏やかな笑顔で、この先にビビる俺を包んでたんだ。かっこいいじゃねえかこの野郎。ありがとうございました。本当にありがとう。もう本当に2歳ぐらい年取ったわ。ありがとうHappy birthday, dear Hiromi君。 Hey! Happy birthday to you! おめでとうございます。ありがとうございます。それではね、ここでもうここに来てこの歌を歌うのはなかなかきついんですけど、本当にあの、花輪が作ってくれた神様との役というね、ずっとそのままでいいよ、ずっとそう思ってんだ。きっと私は今のお前たちと同じ年の頃さ、ゴミの日は未だにわからないけど、ゴミ出しくらい俺が死ぬまでやるさ大丈夫。ずっとそのままでいいよ、ずっと変わらないでいいよ。毎朝作る目玉焼き、今日もうまく焼けないけど、生きていてくれる思ってた。まあまあ俺が大怪我をした時も見つからないように会いに来てくれた。まあまあ俺がこの世界から僕も何も言わずに隣で笑っていてくれた。だけど、うちのルールだ。
また来年やれるのか何なのかちょっと考えますけど、またやったら同じことやりますから本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。みんなありがとうございました。また来年。はい、ありがとうございました。よし、お疲れ様でした。おいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。写真撮って、じゃあこっちから撮りますか。笑顔でお願いします。